うまくいけばいいのですが、動ける車両は速やかに合流しなさい。2両ほど見当たりませんが。そんな細かいことどうでもいいから。これで17対7ですね。カチューシャにはあんなことできないなって思ってるんでしょ。人に名前を聞くときは自分が名乗ってからです。嘘です。名乗るです、名乗るです。邪王心眼の使い手、高梨立花の第一のサーヴァント、ミョルニルハンマーの使い手、デコモリ様へ。ここに水産オープン。この海には怪物クラーケンが潜んでいるです。今こそこの海中専用魔道着の威力を試す時って。コトハ先輩、私は俊介くんに資料を届けに来ただけですよ。ジャイロゼッターの資料ファイルです。そしてこっちがジャイロコマンダー。私たちを助けてくれるかも。うん、今もゼノンと戦ってるんだ。暴走ゼッターの群れがこっちに近づいてる。どなるつもりなの？あんた自分が可愛いからってなんか勘違いしてない？な、ガチで謝らなくても。それに最後の方ちょっと恥ずいこと言っちゃったかも。私もごめん。なんなのあんたは。なんであんたなんかが。私だって、私だって本当は。じゃあやっぱり行かない方がいいんじゃないかな。だってほら、オカルト系は村田さんの担当だし、いないんじゃ無理だよね。出てきなさい、ここに救う邪悪な霊め。てか何素直に認めてるの。そんなの正宗らしくないよ。お掃除してて汗かいちゃって汚れちゃったし、だから。だから、だからもう一回シャワー浴びただけで。お父さんとユリさんは、パパとママはね、もう帰ってこないの。おじさんの手紙見ちゃったの。でも私は3人一緒でも行きたくない。お兄ちゃんと4人一緒がいい。ほら、よだれ垂れてますよ。萌え萌えです。もう証拠はバッチリとデジタルで永久保管されているので。怒ってたですか、メグ姉さん。たま、なんか悪いことをしちゃったですか。調子乗って食べまくったら太るですよ。まあ、たまには関係ない話ですけど。大ピンチです。急いでお姉様に伝えなきゃです。さっきはありがとうです。あの、いろりというです。助けてくれた時すごくかっこよかったです。ひまち姉様、来てくださったんですね。ひまち姉様。村美さん。なあ隅田さん、ずいぶん長いことメール打ってるね。いつか言ってた人間の子。ひいちゃんはどのイルカさんが好きなの？うんうん、好きな人と一緒にいる時が一番楽しいよね。さすが室美さん、私たちの中では一番運動神経いいもんね。あのね、まだ新しい部だから部員が足らなくて。うずめちゃん、部員になってほしいの。でも。うずめちゃん、大きな大会で優勝したって言ってたでしょ。だからお願い、私と一緒に世界一を目指しましょう。そもそもこのカードは何ですか？秘密にしないといけないことなんですか？そうっすよ。あんな囚人監視の中で堂々と雪重絵を描いちゃうなんて波の神経じゃできねっすよ。あの二人が組むって反則じゃないっすか。ちょっと今回小説っつうか創作活動の真似事してみて、その難しさを知ったというか。特別号が出ないかもって聞いた時は内心かなりホッとしたっすよ。威勢がいいね。じゃあ続けるよ。こいつ、さっさとギブアップしな。ハニワの星がどうなってもいいのか。ギブアップしろよ。やるじゃないか。それならこいつだ。エルビア・ハーナイマン、何者かって言われても。その見ての通り、ホーローガカス。そうっす、私東の方から来たんすけど。なあ、東といってもバイラム王国じゃないですよ。バイラム王国が東にあるなんて全然知らないっすから。いや、申し訳ないっす。月のものが来るとどうにもコントロールが効かなくて。何この人、逆に潔い。
あ、もしかしてメーカー事情による在庫型品をおすすめとして売るためのほの暗い契約をしに。芸能界は人形師の操る楽しい人形劇の世界。私は人形に徹するのよ。ちゃんとサイトに捉えてるから大丈夫っす。敵はおよそ90秒後に目の前を通過するっす。相対速度確認。目標を240秒後に最接近するっす。わからないとかひどいっす。これでもわからない。違うの、私はただの猫派のド M なの。匂いで。猫山さんの匂いは半径100メートル以内なら余裕で。よかったら見に来ます？いいの？いいですよ。今日とか両親もいませんし、なんなら朝までコースでも。ネズさんと猫山さん2人でカラオケに行ったです。とな、んで私も誘ってくれなかったんですか。私とだよね、みこしばくん。どうしと帰る気？ナビールの村に行かれるんでしょ。私も一緒に行きます。お弁当も用意しました。どこまでもお供します。ティグル様が私を助けてくださったように、今度は私がティグル様をお助けします。ご挨拶はできました。いろんなお客様の相手で大変そうですから、私もできることでお手伝いします。すべてこの筆頭事情、桃花荻野目にお任せくださいませ。やめてください。私はアンジュリーズ様に会いに来ただけです。ジュリオ様と一緒にアンジュリーズ様を貶めたこと忘れていません。だからアンジュリーズ様に謝ってください。それまでは絶対死んではダメです。例えばココミさん、あなたこそエトワールです。最も素晴らしいダンサーのことをエトワール星というのです。クリスマスプレゼントを選ぶのはとても難しいですよね。でなければクリスマスパーティーに何を着るか迷っているんですか。クロエさんの一人暮らしが危険だというのなら安全を説明するのです。おー、めちゃくちゃ可愛いツインテール。ってこの声、俺かー。俺だってお前みたいな熱いやつと心から笑ってツインテールについて語り合いたかった。女の子？でもテールレッドじゃない。むにゅ。ここは竜の森、人間が立ち入るの良くない。シャルは人間の世情に詳しくはないが、シャルが知る勇者とは随分違う。シャルは一人で大丈夫。今までもこれからも。はい、吹雪であります。本日付で第三水雷戦隊に配属になりました。あの食べっぷり、私も赤木先輩に食べさせてあげたいよ。私、赤木先輩の護衛官になりたいの。誰かの役に立ちたいの。二光線総流飛流、第一次攻撃隊発艦。第一次攻撃隊奇襲に成功。第一次攻撃隊よりさらに入電。川ミニアザボートアナスタシア。アーニャと呼んでください。肉球気持ちいい。にゃなっちゃらなっちゃらなっちゃら。なし、私たちの歌、ファンの人たちに夢たくさんあげたいです。私たち音に厚みを出したくて、もう一人ギターが欲しいなって思っていたんです。モアはもう感動しすぎて心ここにあらずって感じですわね。私たちもっと自分たちの個性を前面に押し出そうと思ってますの。それで衣装はどれが私たちにぴったりだと思います。呼び捨てにした。なんだよ。あ、呼び捨てになんかされたことないから、なんだか恥ずかしくて。日本国厚生省所轄超過人口審議研究所超人科の星野キッコです。ご連絡したいことがあり、よろしければ今後はこれを。最後は正義に目覚めたんじゃないですか。アーシュちゃん、人間はあなたのように完全じゃない。パパ、ワンちゃん乗ってる。わー、ワンちゃん、おっきい。違うよ、レナ全然ワンちゃんとなんか遊んでないもん。私はエル、こちらは鉄黒ミキジロー師匠。ひれ伏すように。というわけで、アイラッチとの同棲生活をバラ色にするとっておきのコツをレクチャーしましょう。名付けて、ラッキースケベ大作戦。っていうか、初デートなんだから無難でいいと思いますけどね。ミチルッチならどこに行きますか？
はい、この形状は避妊用のゴム製品を連想させる作りになっているからです。かしこまりました。僕のバナナまで嫌いにならないでくださいは不健全雑誌から除外しておきます。この乗り物は男女が中で二人きりになって不純な行為をなすために使われる恐れがあります。卑猥です。排除します。私たち見習い女神5人が崩れた世界の調和を取り戻すっていうのが本来のテーマなんです。おストラストビッチ、定例会に遅刻してすみませんでした。おろしたてなので準備に手間取ってしまいまして。地下で選ばれた人間だけが暮らすようになるから大丈夫。第2第3階層守護者シャルティア・ブラッドフォール、御身の前に。はあ、モモンガ様からあれほどの力の波動、ご褒美をいただいたのよ。それでヌリンセホーが頭がおかしいわ。大口ゴリラ鬼ごっこの次は学園ボー。私は悪しき神々からこの世界を守りたいのです。あなたの名役者として、私アテナは剣義親にこのロジックを捧げることを誓います。元はといえば、私たちテトラヘブンの内紛のせいで皆さんにご迷惑をおかけしていて、この問題が解決したら元の世界に帰りますので。色から察するに、このファントムの属性は火、水国火の法則で弱点は水の木ね。いい考えかもね。どうせあんた封印する力はレイナちゃんに勝てないんだし。五行万象を発祥し、水なる力が火を沈む、陣の水気で拳を満たさん。